第一レース一着となりました岐阜の山田純也選手です。一着おめでとうございます。ありがとうございます。イケメン様ですね。いや、そんなことないです。<laughs> <laughs> さあ、そんな、あの、イケメンで足も強い山田選手。今日のレースどう走ろうと思ってたんですか。そうですね。ちょっと初手は前取るつもりだったんですけど。まあ、後ろから、まあ、とりあえず動いて。うん、まあ、とりあえず。<laughs> まあ、いい位置ではなかったんですけど。 まあ最後一着届いたんで良かったと思います。はい、足の感じはどうですか。そうですね。昨日と比べて良い,いと思います。はい。マンクコンディションもどうですか、えー。昨日に比べて風がなくて走りやすいと思います。雨も降ってはなかったですか。そうですね。雨降ってなくてはい走りやすかったです。走りやすかったです。はい。あの昨日ねレース終わった後検車場でかなりこう長く自転車と向き合われてましたよね。 そうですね。ちょっと昨日が不甲斐なかったんで、はい、ちょっと自転車のセッティングを。はい、いじってました。あの、結構他地区のね、先輩とかにも見てもらってましたね。あ、そうですね。はい、あの、大阪の人と大分の人と、あと地元の先輩です。はい。ね、あの、小原選手と、ね、北川選手と、あと森川。先輩。そうですね。はい、森川先輩に。はい。はい。はい。そのセッティングも良かったんですかね。そうですね。はい。今日はちょっと乗りやすかったです。はい。浴方は、また明日も。 そうですね。一着取りたいと思います。はい、では応援してくださったお客様にもメッセージをお願いします。そうですね。明日も一着取ってえここあるんですよね。あここ来れるように、はい、<laughs> 頑張りたいと思います。はい、おめでとうございます。大きな拍手をお願いします。